皆さんこんにちは。日本一安いダイエット指導しているダイエットトレーナーの根岸です。皆さんも私のダイエットメールマガジン登録してくれましたか？このメールマガを読むと私の動画がより一層理解が深まります。この動画の下の概要欄にそのメールマガの登録の URL 貼っておきました。このメールマガを読んだだけで10キロ以上痩せた方が結構いらっしゃるんですよ。無料なのでぜひ登録して読んでみてください。また根岸式ダイエットクラブという LINE 公式アカウントを作りました。ここでは私の最新のダイエット情報やライブ配信のお知らせ、また私と直でチャットができる LINE アカウントです。ダイエットの質問をここでしていただければライブ配信で皆さんの疑問にお答えします。こちらも無料なのでぜひ友達追加お願いします。これも同じく概要欄に LINE 友達の追加の URL を貼っといたんで、ぜひ友達登録よろしくお願いします。はい、今日の話はこちら。3000人以上ダイエット指導してきた私だからわかる、痩せない人太る人には5個の共通点があるんだよっていうお話をねしていきたいと思います。しかもね、この5個の共通点の中で1つでも当てはまっちゃうとアウトっていうぐらいのやばい5つをお話ししていきたいと思います。皆さんもなんで痩せないんだろう、なんで太っちゃうんだろうって悩んでいるあなた、もしかすると今日お話しする5個の中のどれか1つでも当てはまってるかもしれません。この1つでも当てはまってたら自分の中で修正してトライアンドエラーすれば必ずブレイクスルーすることができるでしょう。ではまず1つ目。ね、例えばどんな人か、良質な油は太らないっていうことね、本当に信じてる人がいるんですよ。コメントとかでも言われるんですけども、ね、根岸さん、ね、エキストラバージンオイルは太らない、オリーブオイルは太らないっていうふうにね、コメント書き込む方がいらっしゃるんですけども、ちょっと待てと。それはね、サンドイッチマンが言うようなアイスは冷たいからゼロカロリーみたいなね、そんな理論なのかなっていうぐらいのレベルの話で、油はどんな油だってハイカロリーでね、摂取すれば栄養エネルギーに変わるんですよ。そして使わなければ脂肪になるんですよ。意外とこういう人が多いんですけども、どういう人かっていうとこういうことです。情報を曲解する人、つまり自分の都合のいい勝手な解釈をしちゃう人なんですね。例えばハイボールは糖質ゼロだからって言って、お酒は OK、 糖質ゼロだから OK って言って、糖質ゼロの例えばソーセージとかカマンベールチーズとかハイカロリーなものをバクバク食べてるね。これもね、勝手な解釈なんですよ。糖質がいくら低くってもカロリーがあったら太るんです。意外と皆さんね、この本、情報の曲解、自分の都合のいいように考えを変えちゃってバクバク食べちゃってる人が意外と多いんですね。うん。なのでこういう考え、情報の曲解、これはね、やめなければいけません。はい。じゃあ、二つ目。とりあえず痩せたいんだよねって言って、ダイエットを始める人。これはね、はい。目的の欠如。これはね、目的がね、ない人って痩せません。皆さんは、食欲を舐めてるんですよね。人間の三大欲求である食欲というものは曖昧な目的じゃ勝ち目がないんですよ。私は何のために痩せるんだっていうものが明確に決まっていれば、その食欲を超えること、打ち負かすことができるんだけれども、今までね、ダイエット指導をしてカウンセリングするんですけども、ね、例えば鈴木さんは何のために痩せたいんですか、ね、山田さんは何のために痩せたいんですかっていうと、まあ着たい服が着れるからかなとか、まあ健康のためかなっていうんですけども、そのレベルの目的だと食欲に勝てないんですよ。もう明確な目標、私は買ったこの服をもう一度着たいからっていう、そこまで。着たい服じゃなくて、もう今ここに手元にあるこのズボンがね、ウエストのチャックが閉まるようになるぐらいとか、それぐらい明確な目標が必要だし、例えばあと半年後に海に行くからこの水着を着るためにとか、婚活のためにとか、これぐらいの明確な目標がないと食欲に勝てません。なので目的がない人っていうのは痩せないんですね。はい。じゃあ次、
家族が、仕事が、お金が、時間がっていう人、はい、何でしょうか。もうわかるよね。はい、他責の人です。すぐ人のせいにする人は絶対に痩せません。なぜならば、言い訳、まあこれ言い訳だよね、言い訳って人を無敵にしちゃうんですよ。言い訳を言った瞬間に免罪符が手に入るんですね。もうそんなことを言ってるようじゃ食欲は止まらない、暴走してしまうんですよ。だって食べる言い訳を作っちゃうんだもん。もうね、これだけはね、私も手の施しようがなくなります。皆さんも言ってませんか？家族が、奥さんが作ってくれたからとか、仕事の付き合いがとか、お金がないからできないとか、もうね、それ言ったら一生あなたはその場に留まってしまいます。はい、じゃあ4つ目、こういう人、健康のために食べてるんですよっていう人いませんか？どんな人でしょう？はい、栄養至上主義の人です。よくいるんですけれども、いいものはいっぱい食べれば健康になるって思っちゃってる人多いんですね。例えばアボカドとかね、アボカドいっぱい食べればいい油だから健康になるんだって思ってたりとか、あとはお肉ね、筋肉のためにいっぱい食べようとか、プロテインガブガブ飲めば体健康になるんだとか、納豆とかね、もういや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 、そんなにいらないよっていうのに、健康のために食べてるっていう人が、これね、めちゃくちゃ太ります。まあ一方で、低血糖にならないために糖質を取るんだよっていうのもこの栄養至上主義に入るし、筋肉がちっちゃくなるのが嫌だからお肉いっぱい食べるっていう人もいるんですけども、そもそもさ、低血糖になったことあるの？ないのにさ、ないでしょ？ないのにさ、低血糖が怖いから糖質食べるって なんだそれってねましてやその栄養失調になるのが怖いから食べるんですっていう人もいるけど、あなたはね、いつの時代に生まれた人ですかって明治ですか、大正ですか今はね、昭和を超え平成を超え令和ですよ。こんな飽食の時代に栄養失調を怖がってちゃダメ。めちゃくちゃ勘違いです。はいね、栄養至上主義の人、これは痩せません。そして最後、ストレス解消のために食べる人、まあ、どんな人でしょうか。もうわかるよね。過度の我慢をし続けている人っていうのは、結局そのストレスを発散するために食べることをしてしまうんですね。なのでストレスがすごいかかりすぎている人っていうのはダイエットめちゃくちゃ難しいです。だってその解消のために食べちゃうんだもん。はい、皆さんはこの5つ当てはまってないでしょうか。この情報の曲解、目的の欠如、他責の人、栄養至上主義、過度の我慢、残念ながらこれ1個でも当てはまると痩せないです。それぐらい1個の破壊力って強いんですよね。情報の曲解して、自分の都合のいい勝手な解釈して、食べちゃいけないものをバクバク食べたりとかね、目的がないのにスタートしても、そんなの食欲に勝てるはずがないし、人のせいにしちゃったらもうその人はもう無敵になっちゃう。栄養至上主義で食べることはいいことだって勘違いしてバクバク食べちゃうね。過度の我慢でストレス過多なにもかかわらず、ね、ダイエットしてもはっきり言って食欲には勝てません。はい、じゃあどうすればいいのって知りたいですよね。じゃあ一個ずつ説明していきましょう。で、実際ね、ダイエット指導っていうのは、こういった5つの太ってしまう、痩せない原因を、私が皆さんに一個一個修正、もしくはマインドチェンジをしてもらうこと。これが私の仕事なんですね。はい。じゃあどうするかっていうと、一つ目、情報の曲解。これね、解決策はダイエットの知識、基礎知識を身につけましょう。じゃないと、いつまで経ってもアボカドは健康にいいとかね、低糖質だったら何を食べてもいいとかね、あとはね、筋トレすれば痩せるとかね、シックスパッドお腹に貼ればお腹がへこむとかね、こういった情報を自分の都合のいい感じで曲解しちゃう、してる間っていうのは絶対痩せません。そういう人たちを騙すためにダイエット業界はいろんな手を打って広告コマーシャルであなたを騙そうとするので、あなたはそれに騙されないために基礎知識を身につけなければいけないんですよ。なので私のダイエット指導っていうのは本当に基礎知識をつけていただいてからスタートしています。そこで皆さんはですね、この基礎知識身につけたいよって思った方いるでしょう。え？どこで
作ればいいのってやだなぁ。さっきも冒頭で言ったけれども、私の無料のメールマガジンを読んでいただければダイエットの基礎知識は完璧に身につきます。まず皆さんはこの勝手な解釈、勘違い、ダイエットの基礎知識を身につければその勝手な解釈がしなくなりますんで、ぜひ私のね無料のメールマガジンを読んでいただければと思います。はい。そして2つ目、目的の欠如。もうこれ当たり前です。明確な目標設定しましょう。何のために痩せたいのかっていう中で、例えば健康のため、いいよ、健康のためだけど、なんで健康でいることが大事なのかって言ったら、例えばね、年取った時に寝たきりになって家族に迷惑をかけないためとかね、おじいちゃんおばあちゃんになって孫と楽しく健康に遊びたいからとか、そこまでのもう一歩先の目的を作ってあげるんですよ。着たい服のためとかね、健康のためではなくって、なんでその服を着ることによってね、いいことがあるのかっていうことまで見つけてあげること。そうすると食欲に勝てるパワーがみなぎってくるんですね。はい。この目的の欠如の人はもう一個先の目的を設定してあげましょうってことでした。そして3つ目、他責の人。家族が、仕事が、時間がない、お金がないね、もうそれを口にした瞬間に無敵になっちゃうんで、どうすればいいか、黙れと黙ってやれって話なんですよ。ダイエットっていうのはね、言い訳をした瞬間に全てが終わってしまいます。そしてね、一度言い訳を言った人は何度でも言い訳するんです。だからこの免罪符を絶対に使わないこと。家族のせいにしたり、仕事のせいにしたり、お金がない、時間がないって言った瞬間にあなたは無敵になってしまうんで、その無敵の免罪符を使ってはいけません。つまり、黙ってやれと。言い訳を口にするなと。これすっごい大事です。いいですか？これは仕事においても、人生においても、ダイエットのみならず、すべてにおいて免罪符を使ってしまったら、あなたは停滞してしまいます。いいですか？黙ってやれ。これ大事なことです。はい。そして、4つ目の栄養至上主義。ね、食べれば食べるほど健康になるんだっていう勘違いは、これちょっと待てと。栄養はあんたの腹にすでにあるから、その腹から使えってことなんですよ。いい？皆さんは健康のために食べてるって言ってるかもしれませんがね、栄養はもう大丈夫、あなたのお腹に溜まってるでしょ。BMI が23以上の人っていうのは肥満なんだからさ、その過剰な溜めてしまったお腹の脂肪から栄養を使ってあげればいいよってことなんですねでむしろね、太ってる人って食べない方が健康です。これすごく大事なこと。皆さんもう一回言うよ。栄養至上主義、栄養は食べれば食べるだけ健康になるって思ってる人、待ってください。もしあなたが BMI 23以上の肥満だったら、もはや食べない方が健康です。 BMI 22以下になったら食べた方が健康かもしれませんが、 BMI 23以上ある人っていうのは肥満なんで、食べない方が健康なんですね。なのでベルトした時にお腹が乗っかっちゃっている人は、この栄養至上主義の考え方を捨てて、食べない方が健康なんだ、口に物を入れない方が健康なんだよっていうことをね、再認識していただければと思います。そして最後ね、過度の我慢をしている人。これね、よくね、好きなことをしましょうとかって言ってる方が多いんですけれども、好きなことって急に言われてもなかなか見つかんないんですよ。じゃあどうすればいいかね、ストレス食いしちゃってる人ってのはこちらです。まずはやりたくないことを書き出しましょうと。そしてそのやりたくないことを一個一個やめていきましょう。そうすれば過度の我慢がなくなるんですよ。やりたいことをやりましょうってね、過度の我慢、ストレスが溜まってる人にやりたいことやろうよって言っても、なかなかそういう人ってもうね、視野が狭くなっちゃってるから、うん、視野狭窄しちゃってるから、もうね、そんな人にやりたいことやろうぜって言ってもね、なんだったっけな自分のやりたいことってなっちゃうんですよ。じゃあどうすればいいかって言ったら、その人は、まずやりたくないことを紙に書き出して、一個一個それをやらないように努力していきましょう。いい？まずはやりたくないことを紙に書き出すこと。そうすると自分の中ですごい気持ちが整理されて、意外と、あ、これやんなくてもいいじゃんっていう風になるんですね。意外と皆さんは負の遺産を貯めすぎてしまって、やらなくていいことをやりすぎちゃっているからね、過度の我慢をしすぎてしまって、ストレスが溜まり、その解消のために食べすぎてしまっているんですね。
はい、皆さんは、自分自身でこの5つに当てはまってしまっていたら、どれか1つでも当てはまってしまっていたらね、この解決策をまずは試してみてください。そして私のダイエット指導っていうのは、こういったことを自分一人じゃ解決できないよっていう人を、私がマンツーマンでダイエット指導したりとかね、あとは、ダイエットスクールを運営してますんで、そこでみんなで一緒になってやろうよっていうふうに、やっております。なのでね、まずは自分一人で試しに頑張ってみてください。それでもダメだった場合には、どうぞ私のダイエットの門を叩いてみてください。はい、今日はね、皆さんにダイエットで痩せない人、太る人の5個の共通点をお話ししました。一つでも当てはまってるとアウトだから気をつけてくださいね。はい、今日の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白かったな、参考になったなって思っていただけた方は、ぜひいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。1ヶ月で3キロ痩せるダイエットスクール立ち上げました。半年でマイナス18キロ目指しましょう。私があなたのダイエットトレーナー、あなたのダイエットの先生となって、食事や生活指導をさせていただきます。日本一安いダイエットスクール根岸塾参加お待ちしております。この動画の下の概要欄に、その根岸塾の詳細を貼っておきました。